校はアメフト部ですよね。そうそう、明るくはないね。仲間内ではなんかこういろいろ、でもあんま変わんない今とやってることが。その当時からあの、まあ、体張ってたからこっから飛び降りられたらなんかジュース一本みたいなやつで、なんか言われて振られて全部やってたからね。全速力で走る自転車から飛び降りるかみたいなさ、ザサーとかなって、その後、うん、ジュースもらって飲んでるとか一日誰とも話さなかったらなんかまたジュースもらえるみたいなね。ちょっと自分の意思で動いてなかったんですか、自分の意思で。ああそういう企画するのが若林さん多かったのよ。ああ課されて。そうだから変わんないもんで、ね、今とその時から春日さんはどうしたら面白くなるっていうの多分見えてるんでしょうね。そうそう、これできるっつって、なんかちょっとできるかできないかわからないぐらいのさ、そそられるお題をさこう振られるのよ、はいはい、でこっちもなんかおおやってやろうじゃないかみたいななるじゃん、はい、ほんでだから一日誰とも話さないとみたいなことやったんだけど、それ結局1ヶ月半ぐらい誰とも話さなくて、1ヶ月半、うん、したらもうなんかやっぱ周りが怖くなってきて、いや怖いっすよ、もう頼むから話してくれっつって言ってさ、はい、それで終わったんだけどね。え